はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール、グランドキリンの IPA、インディアペールエールですね。またペールエールか。来たか。しかもインディアペールエールか。かなりこれ苦いぞ、多分。原材料は、アルコール度数 5.5%。原材料が麦芽とホップ。複数の希少ホップが織りなす、柑橘の、爽やかさと甘く熟したフルーツのような香り。一手間かけたホップを漬け込むことで、フルーティーな香りと上質な苦味を引き出した、IPA、カッコインディアペールエールスタイルです。これ値段が250円ぐらいだったかな。高いっすね。で、今回用意したのが、つまみがですね、ローソンで買ってきた、新エルチキ。ローソンのエルチキですね。150円。税込み150円で、エルチキがね、でかくなったらしい。これはいいですね。でかくなったらしいんで、これを買ってきました。これエルチキのレッドですね。レッドと普通のやつ買ってきた。まあ、共に値段は150円。いただきます。あ、うまーこれ。うん。確かにちょっとでかくなった気もするな。なんか2割ぐらいでかくなったらしいぞ。うん。やっぱこの時期は、あれっすよ。ケンタッキーの、なんだっけ。辛いやつあるじゃん。レッドホットチキン。レッドホットチキン。うん。あれをね、年に1回は食べないとね、俺、ダメなんだ。あれ大好きだから。うん。レッドホットチキン大好きなんですよ。年に一回は食べないと、あれは。まあ、まだ食べてないですけど。まあ、夏季限定ということで。でも、これも美味しいですよ、全然。うん。普通にうまいっすね。乾杯。うわぁ、苦い。って言ってもそんな苦くねえか。インディアペールエールにしてはそんなに苦くないですね。苦いは苦いんだけど。そんなでもねえな。グランドキリ。うん、結構辛いな、うん。結構やっぱ辛みありますね、これ。150円の安いだろ、これ。うん。ローソンのエルチキ、ケンタッキー俺遠いんだよ。ちょっと。うん。シャリで行くにはちょっと遠いんだわ。だから、うん、
しかも値段も260、270円ぐらいするっけ。ケンタッキーって、ケンタッキーの、レッドホットチキン値段が270円ですよ、1個。これよくあの、120円も高いんだよ。なんか、そう考えるとなって感じはするけどな。こっちのコスパいいっすね。まあでもやっぱり、レッドホットチキンはさ、でもさ、まあ、うん、たまに外れ部位があるんだよね。あの、ケンタッキーよく利用してる人だったらわかるんだけど、確か5つの部位があって、まあ、鶏の部位なんですけど。個人的にサイが最強だと思ってますね。うん、あの、サイっていう部位があって、あれが最強だと思ってます。あの、脂身があって、でかくて。んで、うん。そうですね。うん、で、基本的に、あの、店員さんに何々入れてくださいっていうのはできないんですよ。ただし、例外があって、まあ、例えば5個ぐらい買った時に、5個まとめ買いした時だと、何々と何々入ってるやつ、何々が入ってるやつくださいっていう風な言い方をすると、5個とか入ってる、あの、まとめて買う場合は、してくれるんだけど、まあ、普通に1ピース1個買う時に、あれにしてくださいっていうのはダメ。多分ダメですね。アウトなんです。まあ、俺やったことないんですけど、ネット情報なんですけど。というのも、そもそも V 自体に、でかさとかが結構違うんですよ。なんで、1ピース買うときに、基本ランダムなんですよ。ただ、5個とかまとめて買うときに、5ピースまとめて買うときに、何々と何々入れてくださいって言うと、だいたい OK してもらえるんですよ。うん。うん、こんな感じです。まあ、ググるとですね。多分女性に人気があるのはドラムっていうやつです。で、俺が好きなケンタッキーのサイっていう部分が腰なんです。お尻の部分。油と肉の量が多い三角の形。って書いてあるんですね。これがね、すげえね、量が多いし。だってさ、まあ普通に考えてみ、男だったら、でかい、いや同じ値段だったらでかいのを食いたいだろう。で、肉の量も多いのと、さらに油の量も多いの食いたいだろう、普通。なあ。だから、最終的にサイが最強になるんですよ。これ覚えやすいでしょ。サイが最強。でですね、この部位を指定して買えないかっていうと、オリジナルチキンの部位に指定しにつきまして、同一部位の複数ご指定はご了承いただいております。ご容赦いただいておりますっていうの読むのこれ。ご了承って、よくわからんけど、まあ、うん、そういうことです。でもちょっと気になるな。
以上のことから1ピースを注文するとドラムかリブかキールのどれかになるということですね。多分、この、おそらくそういうことです。多分デカさの単位なんだけど、ドラムが1、リブが1、キールが1で、で、残りのサイが、1.5。で、ウィングが 0.5 なんです。だから、1ピースの注文したところによると、ドラム、リブ、キール、もしくはウィングを、多分ランダムで、なるんだ。これちょっと、あれしてみようか。ちょっとさ、ケンタッキーにさ、電話してみないな、ワンチャン。ワンチャンさ、ちょっと、あれだな、次のあれで、ちょっと、ケンタッキーに電話してみようぜ。ちょっと俺も気になるな、ここらへん。ワンチャン、ワンチャンをサイが手に入るって言ったら買いに行くんだけど、ワンピースだけで、1ピースだけ買って、あの、サイだけ注文することできるんだったら、あの、ワンチャンね。それができるんだったら俺買いに行くんだけど、普通に。うん。サイは本当にうまいんだ。本当に。これは俺の死活問題に割と直面する問題なんで。これは、あれです。割とちょっと。あ、うん、まあ、いいや。うん。ということでね、まあ、とりあえず、この、レビューを、終わっちゃいましょうか。次枠でちょっと、次枠でっていうか、次の動画でちょっとね、あれしてみますよ。伝突してみよう！ケンタッキーに伝突してみようのコーナー。ですね。グランドキリン、これあんまり苦くないですね。IPA の分際で苦くないんで飲みやすいですね。女性でも飲みやすいんで。まあでも女性では飲みやすいって言ってもやっぱ IPA なんでかなり苦いんですけど、まあそれなりに苦いです。まあ。そこそこ苦いですけど、IPA の中でも。インディアペールエールって本当に苦いからね。ガチで。これグランドキリンのがこれ稀なだけで。こんなに苦くない IPA なんてないですね。俺が飲んだインドの青鬼とかのレベルになると、恐ろしい苦味なんで。うわ、にっけーってなる。まさに苦虫を噛みつぶしたような、味になるんで。うん。これは特に買う価値はないでしょうね。IPA って言ったら、何が特徴的かっていうと苦いのが特徴的なんで、それで苦くない IPA とか出されても、ぶっちゃけ、逆に困っちゃうレベルですね。IPA なら苦いもんだろ。じゃあなんで苦くねえんだよ。っていうことですよ。まさに、甘くない、あ、じゃあね、苦くないビールを頼んだら苦いのが出てきたっていうレベルの、謎仕様ですね。なんで、これはあんまりよろしくないでしょう。4143です。ご視聴ありがとうございました。